ちゃんくん、はよでー。はよでー。汚れてます。にょろにょろ、なんか汚れてきてる。あ、それはもう、まあ、だいぶ汚れてるから、本当はずっと洗いたいんだって思ってるんだけど、なんか知らないけど、この人たち、この上好きなんだよね。好きなんだよね。で、お父ちゃんも使っているときはそこに乗ってるし、いないとこの人たち乗ってるし、まあ、板沼だったときはここしかあったかいところがなかったからね。2人で並んで乗ったりとかしてて、なかなか洗濯に出せないんですよ。ねえ、ちゃんくん。このカペット系に乗ってからもね、乗るんだよね。なんか、まあね、癖がなんか好きなんだよね。ねえ、ちゃんくん。さあ、起きますよ。はい、ちゃんくん。そしてポンちゃん、せーの、はい。ポンちゃん、こんな形にしてみました。こういう L ですね。画面の前にジャン君がいる感じですね。まあこれだったら仕事の邪魔にはならないでしょう。キーボードがね、こうやって置けるので、これでいいです。じゃあお二人とも、そこで目の保養させてくださいね。ジャン君、そしてポンちゃん。あら、ポンちゃん。ポンちゃん向こう向かないでよ。ポン。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん呼ばれてるよ。嫌なのかい。いらっしゃい。はい。おいで。はいはい。はい、連れてきましょうか、じゃあ。こっちがいい。はい。はい、じゃんけん。ね、ポンちゃん、おお、ポンちゃん手出た。ポンちゃん、さっきからポンちゃんはちょっとだけ起きるの。ジャン君、大丈夫か、生きてるか、うずまってるぞ。大丈夫、息してる。お腹がふかふかしてるもん。はい、ハロウィンの風景です。はい、いただき物です。ハロウィンのケーキ3個。なんかおしゃれなやつをいただきましたよ。これから食べるよ。あ、これで、このコスプレはいずれ本人たちがこれ着てみたいって言ったら着させようと思っています。